酒调配出这个他想象中的味道，真的是艺术，真的。はい、これが最初に感じた香りですね。那现在从大陆进来，就是他一第一次感觉到那种有那热带的风味。こちらにですね、今度は、こちらの、甘い香りですね、カカオとかバニラの香り。那所以他现在把那第二种他所感受到那个味道啊，把缓慢的把它倒入进去。一番上に置いてるのは、山崎ですね。被困吗？他说现在被缴获吗？他说他现在那个浮在那个最上面的表面上呢，就是那个三尺十二年。これに最後に感じたこう気になる日本的な香り、それを表現するためにレモングラスを使います。然后说他最后一种味道，就是他刚刚有点那种说不出来的那种日本自有风味。他说那现在把它呈现出来，就是他现在所加入进去的是那种柠檬草，然后放在那三尺十二年里面。山崎醸造があるところっていうのは京都の近くでですね、非常に東京にはないような昔の日本の風景が残ってるんですね。他说为什么要用柠檬草呢？因为他说是三崎十年，是他这个蒸馏所呢是在那个京都的附近。他说他是他那个三崎那附近的风景呢是在东京所看不到，还保有那个日本风味的那种风景。私が山崎から拾った気になった日本の香りっていうのは。昔の日本家屋の畳の香りなんですね。所以呢，他看到那个山崎的那个窗外风景呢，因为他想到让他想到说，那个以前那个日本的和室不是有那个铺满那个榻榻米吗？就是那种味道。ですからこれでイメージするのは昔の日本のね、秋ですね。日本間にこう日差しが差しているような、そういったイメージをグラスに表現します。所以呢，他现在因为他想象说是那种日本的那个和室的味道，说他现在的脑中他所浮现的画呢，就是那个以前在那个晚秋的时候啊，有那个日照，他整个把那个阳光洒进那个和室里面榻榻米上面。これはですね、ちょっと風がありますけど。他说有点风。炙りたいと思います。